皆さんこんにちは。今日は汎用鳥型決戦兵器こと、帝国陸軍ティア7戦闘機84の1型多兵ハヤテを紹介します。あれ、スペシャル化してるってことは最終開発型だよな。この機体に関しては、烈風みたいにファンタジーの世界に行くことなく、史実通りの機体が最終型となっています。え、マジかいじめじゃないのかそれ。間違いなくいじめですね。武装を試作型にしてやっただろうと言いつつ、使いづらくしてますからね。最終開発エンジンが量産機体用だなんて。このゲームにあるマジキこと、せめて2200馬力の波4442型にならなかったのか。まあそれでも、いい機体なんだよな。武装に癖はありますが、申し分ない優秀戦闘機ですね。ただ小生には武装が合わないのか、勝ち運が薄いんですよね。そんなことよりも。そんなことよりも、この胴体のマーク機クスイじゃねえし、バームクーヘンだし。クスの機構の旗印じゃないのね。お、なんだこれ。小生が若かりし頃、修学旅行先の京都で撮ったものです。ほう、本物があるんだな。残念ながらピンボケが多くて、まともな写真があまりないのですけどね。今もあるのかな？現在は治安特攻平和会館で見ることができますね。確かレストアして飛べたんだよな。そうですね、でもこの写真のように近寄って見せてあげたいという。オーナーさんの意に反し、部品の盗難や破壊、いたずらが気に合いまして、一時飛べなくなりました。悲しい現実。今は慰霊塔となり良好に保存されてるようです。個人的には飛行して暮らしすることもあるわけで、いきさつはどうあれ日本に帰ってきてよかったと思います。日本での冷戦のフライアブル維持も残念ながら続かなかったな。そうですね、この嵐山美術館も個人経営で、日本のポール、アレンか、と思いましたが、戦艦武蔵見つけた神様。お亡くなりになって、貴重なコレクションも散逸してしまいました。かっちょいい20ミリ対戦車自動ライフルはいずこへ。話脱線してすみません。それでは、この子に代わって決戦の空に参りましょう。戦闘空域が近い。攻撃態勢に入れ。ちょっとどっしりめですが、旋回系にしては良好な反応です。射撃は、胴体砲の20ミリはいいですが翼の30ミリはお察し。射程も違うし照準も違うし悩ましいな。射程は20ミリが640メートル、30ミリが580メートルと20ミリの方が長く、射撃可能となった時にすぐに撃っても30ミリは射程外で当たりません。ミリ残りの処理や、味方救援以外は一呼吸置いてから撃つ方がいいかと思います。当たる前にオーバーヒートしちゃうもんな。照準の違いは旋回時に顕著ですが、自分は30ミリに合わせて照準し、3点バースト気味に打ち込んで、体力減らしたら20ミリでとどめ、ってしたいなと思ってます。したいと思ってるだけで、実力がついていかないのね。30ミリガンガン当てられるかがどうかの分かれ目ですかね。実際当てることに夢中になりすぎて周囲警戒できません、ハワは。いやそれ、いつもだろう。近距離レーダー右上に拡大して表示できないのかな。5点線の来てるのにあるか聞いて説明確認もこの前高さんの動画見て、どこじゃなかったのかってつぶやいてたよな。この真ん中の水平線表示とかも変えてみました、わら。当たればすごい火力。当たればね、わら。今回はボット戦なので、そんなに狙われずに飛べますが、ヘッド機のように乱戦から離脱できるくらいのダッシュ力はないので、絡まれると厳しいですね。装備やスキルは旋回系でいいかと思いますが、2割の旋回系の敵に対処するつまり制空するのか、防空メインにするかで整えたらいいかな。自分は半分速度系に振ってみました。30ミリは格闘戦より爆撃機とか攻撃機処理に向いてるもんな。汎用という言葉がぴったりの優秀戦闘機ですね。なんて、これで勝てないのかな。泣いちゃいそうです。採掘の爆撃機、重戦狩りも気なくいけますので、できること多くていいですね。まさに汎用、わら。おっとここは、占領遅かったのは攻撃機だからでしたか。射撃訓練のごとく撃墜。ゆっくり誘導。え、今の当たってないのか。死んだと思いましたけどね、わら。この射撃音もアドレナリンで過ぎてやばいですね。麻薬効果でいい気分になっちゃうな。でも照準合ってないというね、わら。Z
敵味方の爆撃機いるな。味方にまとわりついてる方先に片付けましょう。間に合うか。最大射程ですが牽制射撃。たまには決まることもあるんだな。射撃で瀕死にはならなかったな。いろいろ壊れますけどね。もう戦闘機に降車砲当ててくるとかやめて。リアルハヤテは熱風と違って幻ではなく単500機も作られましたので、あれこれ言われておりますが、結局間に合わなかった兵器に比べれば運勢の差だよな。もう海軍もこれ量産すればよかったんですよ。三菱で中島は0点の3分の2近くも作ったもんな。そしたら343空2000機くらい供給できますよ、わら。解凍キットはもうない空母用に設計だけしてればいいですね。いや、0点に金星エンジン積む改造の方がいいだろうな。でもあれって、速度が500キロ以上で操縦性が悪くなる0点に。速度アップさせても無駄なんじゃないですかね。そういえばそうかもな。このハヤテは火の打ちどころなくてすごいですね。エンジンとプロペラ以外はな。それは環球品ですので、ハヤテのせいじゃないです。そういえば、ゲームでは銀色に見えないこの銀塗装ですが、迷彩なんて施さないぜ、逃げも隠れもしないぜ、かかってこい。という、無敵と思ってる時に各国でするそうです。塗装というか、自身のままで塗装の重量も減ってなお高性能に。飛燕とハヤテの登場時とかアメリカ軍なんかに多いですね。まあ私は逃げも隠れもしたいのですが、ダメじゃん。ホンクと烈風どちらが強いかと言われれば烈風ですが、オールラウンドでゲームで使うならハヤテじゃないでしょうか。向こうは飛行場防衛特化飛び方決戦兵器だな。20ミリの火力が使ってますしね。同じ国なのに搭載兵器が違うとか。もう全部マウザーにしてください。アメリカの特に失敗したんで無理かと思われます。オット重戦、向かってくるかな。来ないので横から失礼します。米国陸軍ルートは本気を持って消火するわけですが、これだけ穴までするね。ここまで来られ方にはすでにスピルート行こうかなとか、眼力も養われてるかと思います。ウプ主は数軸ルートの次はアメリカに行っちゃったな。神殿とスズメちゃん作っておいてのラズミでしたね。今まで比較的褒めてた日本陸軍の戦闘機開発ですが、比較的、全面的にだろ。次期主力戦闘機決めからはこのゲーム同様混迷となるわけです。スズメちゃんはもう先にご紹介しましたが、次はあのデカブツかな。個人的にはまだ87の方が良かったな。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回も見ていってくださいね。諸君を誇りに思う。基地に帰還せよ。